モンスト、ルシファー最強時代。ルシファーと言ったら今も昔もモンストの顔みたいなキャラですが、ではなぜルシファーはモンストを代表するキャラになったのか、ルシファー最強時代を追っていきたいと思います。ルシファーが初めて実装されたのは2015年の正月。この年から初めて新春限定が実装されました。このキャラの強みはもうすべて。当時はとりあえずどのクエストでも連れて行ってましたね。とにかく友情のエナジーサークルがこの時代に存在してはいけないほど強かったです。とりあえずルシファーに当てれば大概のクエストはクリアできました。さらにバリアで火ダメを軽減でき、SS の大号令は雑に打っても1ゲージ持っていける強さがありました。しかしそんなルシファーの強さに気づいた運営が、これはやばいぞってことで、狂ったように威力の高い地雷をばらまいて、なんとかルシファー一強の時代を終わらせようとしていました。しかしそれでもルシファーは止まらず、最高難易度であったエデンなんかはギミックのワープを無視して、SS と友情のご利用しでクリアする人もいました。